筋肉ポケモントレーナーのりっくりです。はい、ということで12月14日木曜日、ゼロの秘宝青の円盤ダウンロード開始されました。非常に楽しみにしておりましたのでワクワクしております。筋肉ポケモントレーナーについてもブルーベリー学園に交換留学行きますので、その模様をですね実況プレイさせていただければというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで早速やっていきたいと思います。もしもし、りっくりさん、私クラベルです。一州地方のブルーベリー学園をご存知ですよ。あ、やっぱ一州地方ってなんか噂聞いてました。はい、知ってます。私の古い友人がそのブルーベリー学園で校長先生をなさっておりまして、りっくりさんを交換留学生としてぜひ迎えたいとおっしゃっています。なんか校長先生は筋肉が好きなんですかね、ちょっとわかんないですけど広い世界を知ることができる絶好の機会だと思います。何事も挑戦ですからね。ただ一体なぜりっくりさんをご指名なのか、いやだからやっぱり彼にお会いしてシーンを聞いてみましょう。かなりファンキーな方ですが私もついていますのでご安心を。もろもろの返事は直接校長室でお伺いしますので後ほどいらしてくださいね。お忙しいとこ失礼しました。それではお気をつけて。はい、まず校長先生クラベル先生にちょっと会いに行こうということになりますね。はい、お、あれその顔、どっかで見たな。誰だっけ。はい、筋肉ポケモントレーナーのリックリです。あ、そうそう、リックリさん知ってる知ってる。恐縮です、ありがとうございます。チャンネル登録お願いしますじゃあそういうわけで行こっか。ちょっとちょっと、シアノ先生、お、困ってるあれベルちゃんいたの、元気そうだ。そういう仲なんだね。お、髪型もなんかおしゃれだな。いやいや当然私はいますよ。あと生徒の前ではその呼び方は、というか校長室に来てくださるとお約束したではありませんか。あれそうだっけ適当だな。まあいいじゃない、だってこの子でしょう。それはそうなのですが、おっと、りっくりさん説明不足ですみません。こちら交換留学先ブルーベリー学園のシアの校長先生で、おしゃれだな。うん、僕校長、あれ言ってなかったっけ。りっくりさんの反応を見るにおそらく説明されてないでしょう。はい、そういえばこの度はなぜりっくりさんを交換留学生としてご指名で。ベルちゃんいい質問だね。それはね、おお、ごっそりない感じですね。はい、びっくりした。あれなんでだっけあ、そうだ、北上林間学校でうちの生徒と一緒になったでしょ。確か名前はゼイユちゃん、彼女から君を推薦されたんだった。実際こうして会ってみたけど、うん、僕もいいなって思ったかな。ほほ、シアノ先生もそう思われますか。君にはぜひ我が校に留学してもらって新しい風を吹かせてほしいな。シアノ先生は人を見る目は確かです。りっくりさんさえよろしければブルーベリー学園でも見聞を深めていただきたい。言うなれば宝探し拡張版ですね。おお、さすが追加 DLC。 なるほど、まだ見ぬ宝物を探してきてくださいね。それでは行ってらっしゃい。おお、君がブルーベリー学園に行きたくなったら声かけてよ。はい、ということで、ブルーベリー学園の準備を整えますか。ブルーベリー学園の留学準備はできたかな。はい、 OK、 それではレッツゴーおーかっこいい青の円盤、はい、スタートさせていただきます。よろしくお願いします。おー、近未来へじゃーん、到着。ようこそ僕のブルーベリー学園へ。おお、海の上か。今見えてるのがエントランスで、学園のほとんどはやっぱそうだ、海の中に沈んでるんだ。すごいでしょう。はい、あとね、青いでしょ、こだわりのブルーベリー色なんだ。なるほど、いや青いけども、あとはね、忘れてんな。あ、違うか。なんか逆に聞きたいことないの？どうだろうな。どうして、どうして海の中に？君って変なとこ気にするね。あら。それはね、確か、海底で運用している資源開発プラントに併設しているから、ん？など聞いてますよ。誰だ？そうそう、それが言いたかったんだ。さすが太郎ちゃん。お！
この子なんか見た、この子というかどっちなんだろう、はい。いえいえ、そちらの方はお客様ですか。そうそう、交換留学のリクリさん、仲良くしてよ。わ、パルデア地方から来るって噂の、あの、どんな噂されてんだ。自己紹介が遅れました。私は太郎、2年生です。あ、可愛いですね。シアノ先生が名前を覚えてるなんて珍しい。よっぽどすごい方なんですね。有名そういうキャラなんだ。そうだ、太郎ちゃん、よかったらリックリーさんに学園の説明してあげてよ。え、私がですか。だって僕だけじゃ心もとないでしょ。それはそうですけど、私よりももっと、私よりもっと適任が、ごめんなさい、嫌とかじゃないんですよ。シアノ先生、いつもこうやって仕事を押し付けるから。そういうね。そういうの良くないと思います。お、バツ。厳しいね。うん、でも噂のリックリーさんとお近づきになれるのはありだな。こんな可愛い子に噂されて、リックリーも鼻が高いですね。わかりました、お引き受けしましょう。わーい、わーいって。それではブリッジをまっすぐ進んでエントランスロビーまで向かいましょう。はいよ。来た来た。こちらがブルーベリー学園の入り口エントランスロビーです。ブルーベリー学園はポケモン勝負に力を入れてまして、目の前の中央コートでは公式戦などが行われます。そうだ、いいこと考えたら、君たちは勝負してみなよ。今からですか。うん、リックリさんの実力も見たいし、タロちゃんはね、リーグ部の四天王なんだ。だから学びがあると思うよ。お父上は一種のジムリーダー。え、誰だろう、わかんねえな。あ、勝手に私の個人情報。え、誰なんだろう、気になるな。そういうの良くないと思います。二人の勝負、特等席見させてもらうね。すみません、シアの先生とは言い出すと聞かないんです。とはいえ、私もちょっとワクワクしてます。よし、ブルーベリー学園はダブルバトルが主流。やっぱりそうか。交流試合頑張りましょうか。よーし。あ、もうやべえ、始まっちゃうのこれ。始まっちゃう感じだ。おー、うわー、どっちだろう。まあでも可愛いは、可愛いは正義ですね。はい、ということでプラするとマイナー。あららら、ルビサファみたい。はい、トルネロスゲンガーできます。さすがにまあ別にいっか。はい、ブルーベリー学園として代表として恥ずかしいとこ見せられませんね。おお、ちゃんと強い。やべやべ、テンション上がる。いや、じゃあちゃんと戦おう。油断できねえな。はい、なんていうの、圧倒されちゃいました。はい、すいません。いや、ちょっと大人げなかったですね。すごいお上手ですね。本番テラスタルの使い方もできれば見たかったですが、すいません。ブルーベリー学園では最近のテラスタルオーブが支給されたばかりで、使い方のコツを教えてもらいたいんです。なるほど。2人ともお疲れ様、いい勝負だったね。そういえば制服もあったんだった。着て気分出しちゃいなよ。お、おー、スタイリッシュ。もうちょっとチャラいな。とっても似合いですね。決まってるね。ついでにこれもあげちゃう。おしゃれな、おしゃれカード、青を手に入れた。おー、いいね。髪型も増えるし、みたいな感じね。はい。それでは気分も新たに、お次は学園の中行ってみましょうか。学内の移動はあちらのゲートから行き先を選びます。はい。ブルーベリー学園が世界に誇るテラリウムドームをご紹介しますよ。お、気になる。よし、じゃあテラリウムドーム行ってみましょう。いや、すごいね。全然海の中っぽくないわ。こちらがブルーベリー学園が世界に誇る海中庭園、テラリウムドームです。わー、すげー。海の中なのに壁や天井をプロジェクターで映してるので、まるでお外みたいですよね。ポケモンが過ごしやすい環境が人工的に作られているんです。はぁ、僕が設計してはすんごいお金かかったよね。だろうね。ドーム内には環境エリアが4つほど内包されてまして、まずはこちら、亜熱帯なサバンナエリア。向かって右手側は南国なコーストエリア。はい。左側は渓谷なキャニオンエリア。はいはい。最後の奥は雪国なポーラエリア。ほうほうほう。気温や湿度などエリアごとに細かく調整されているので、エリアが違えば生息しているポケモンも全然変わりますよ。まあそうだね。こだわったよね。なんとなくチャラいな、なんか。はい。
リックリさんはどのエリアが気になっちゃいます？どうだろう、南国のコースエリアが気になっちゃいます。うふ、気が合いますね。私も一番好きです。いや、この言い方あれだよ、あの気がある男子に言うやつだよね。もうこれはゆるい雰囲気が落ち着きます。あるんじゃない。ポケモンを回復させたいときはドーム内に設置してあるセルフ回復マシンにご自由にどうぞ。あら、もうジョイさんとかいないんだね。なんか北上にはあのチャラいジョイさんいたけどな。ではシアノ先生、どうしてブルーベリー学園では野生のポケモンがテラスタルしたり結晶が生成されるんですか。あ、フリだね。あれ、知ってるでしょって、そういう段取りなんだね。はいはい。その理由は天井をご覧あれ。お、なんだありゃ。あれこそテラリウムドームを見守るテラリウムコア。あの中にはパルデアで取れたとある物質が溶け込んだ液体が入ってるんだよ。なんだなんだ。あそこからテラスタルのエネルギーを照射してるからドームでテラスタル要素が活発なんだ。ほうほう。さすがすごい。そうなんですね。わ、こうキャラ作ってんな、おい。そういえば、テラリウムコアに入ってる物質何なんです？お、そう、気になるとこ。情報公開されてませんよね。ふっふっふ、それはね。あれ？なんだっけ？ブライアちゃんに任せっきりでちょっとわかんないや。ああ、そういう感じね。だと思いました。ディンドンダンドン。ちょっとおしゃれな金だね。まもなくコーストエリアで実技授業が始まります。受講する生徒はコーストエリアまでお集まりください。ドンダンディン、ドンダンドンディン。ちょうど授業が始まるみたいですね。せっかくなのでリクイさん、本校で初授業ご一緒しませんか。ぜひ。うふ、勉強熱心でいいですね。いや、そういうわけじゃないんだけどな。はい。ドーム内のマップをスマホロトムに登録しますね。スマホロトムいかついな。はい、テラリウムドームマップが追加された。はい、これ選んだ順になるのかな。テラリウムドームは自分で歩くのが楽しいし、案内するとかえって迷惑かな。うん、というわけでコースエリアの授業場所までは自分の足で行っちゃってください。あ、よ、僕がいなくても全然大丈夫そうだね。え、リックリさんには寮の部屋も用意してるから後で行ってみてよ。あ、あと図鑑アプリ開いてごらん。来た、リックリのポケモン図鑑にブルーベリー図鑑が追加された。よーし、集めるぞ。テラリウムドームのポケモンじゃんじゃん捕まえちゃったよ。それじゃブルーベリー学園生活思いっきり楽しんでってね。行っちゃった、本当に行っちゃった。私がしっかりするので心配しなくて大丈夫ですからね。授業に行きましょうか。コースエリアで待ってますね。なんかこのカットとかがなんかちょっとなんだろうな、恋愛要素をこう想像させてしまうというか、なんかね、私だけでしょうか。はい、さっさとやっていきます。あ、手の振り方が女子だな。女子であれ。なんだこのまま。おおおお、ちょっと待って待って、目移り激しいんですけど、いるじゃん、さざれのお姉さん。あれ、なんだか見覚えあるお顔。いや、女子くんじゃなくてリックイくんじゃないか。さざれさん、そうそう、お久しぶりのさざれさん。君元気そうだな。北上で暁の調査でお世話になったよね。はいはい。再会の記念に写真のポーズを教えてあげよう。お、キランエモートを教えてもらった。なんだこれ。君に託したガーディー、あの子元気にしてるかい。やべ、たまには手持ちに入れて一緒に冒険してあげてよ。あ、すいません。あ、写真といえば私とっておきの情報掴んだんだった。ブルーベリー学図鑑でポケモン200匹ぐらい集めて私の仕事もはかどったら、とっておきの情報を教えてあげる。なんだろう、気になる。あ、違う、コーストエリアに行くのか。ここだね。はい。あ、ケンタロスの普通のやついる。見てほら、いい感じ。うお、やばいやばい。うわ、なんかサファリゾーンみたいだ。ラッキーもいるし、いいね。ここが、あ、やっぱいいじゃん、コーストエリア、おしゃれ。はい、着きましたと。あ、授業始まってますね。びっくりさん、ひそひそ、迷わず来れました。お、この距離感、ひそひそなんだこれ、ひそひ、今なんて言いました。皆さん、アローラ。お、それでは授業を始めます。初めての人いるみたいですね。ここコーストエリアは南の島のような環境を人工的に再現しています。そしてここにはそんな暖かい気候に順応したポケモンが多く暮らしています。
通常よりたくさん光を浴びて他の地方よりも大きく成長しているポケモンいますよ。お、ナッシーポイント。はい。そう、同じポケモンでは別の地方で姿が違うリージョンフォームですね。はいはい。それでは皆さん、実際にリージョンフォームアローラの姿のポケモンを捕まえてみましょう。捕まえたら私まで店に来てくださいね。オッケー。やっぱりなんかね、小学校の時もそうだったけど、どっか出かける課外授業の方がやっぱ楽しいもんな。はい。やっぱナッシーとかがいるんじゃねえかなって思ったけど、どうだろう。いそうと思ったけど、いないな。あ、いた！いた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 。いたよ。おー。大きいね。よし、オッケー。ナッシー、ゲット。アローラの姿のポケモン捕まえられましたか？はーい。はい、ナッシーさんですよ。おー、間違いない。そのナッシーはアローラの姿。え、リッピーさんもう捕まえちゃったんですか？あたごうよ、頑張った。近いな。勝負だけでなく捕獲も上手だとは。いや、近いな。これ狙ってるだろ、この距離は。グレープアカデミーのレベルの高さが、伺えますね。いや、それほどでも。はい、それでは皆さん集まってください。時間が来ましたので、授業は終了します。まだ捕まえられてない人は次の授業までの宿題ですよ。それでは解散。リクリさん、ブルーベリー学園の授業どうでした？余裕です。ちょっと失礼だったな。アカデミーではもっと高度な授業をされてるんです。いや、そういうわけでもないんだけどな。まあいいや。案内は終わりになっちゃうんですが、最後にこれだけは聞いてください。この学園ではブルーベリースペシャルレクリエーション、略してブルレクが盛んです。ブルレクはドーム内で活動していると学園から出題されるミッションでして、お任せバトルをしてとか、特定のポケモンを捕まえてとか、いろんなお題を出されるんです。いつどこでどんなお題が出るかは誰にも予想できません。お題をクリアするごとに学園内通貨 BP 出た。お、あれ、先生なんか普通に歩いてるけどBP がもらえるんだね。 BP いつも出てくるね。ブルーベリーポイントがもらえます。 BP は食堂や購買部でお金として使える。へえ。あとは今後部活でも。とりあえずブルレクして BP 集めてみてください。それでは私はこれで学園生活楽しんでくださいね。はい、かわいい。夜になってないか。ロト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 。はい。リックリだよね。私ゼユだけど。お、聞いたわよ。あんた今ブルーベリー学園に留学してるんだって。はい。ふふん、先生から聞いたの。まさかあんたがブルーベリーにいるとはね。ね、久しぶりにちょっと顔見せなさいよ。そうね、テラリウムドームには行った。ドームの中心にセンタースクエアって広場があるから、そこで待ち合わせしましょう。お、待ち合わせたら分かってるわよね。あー、告白されるのかなとか、違いますね。失礼しました。はい。もう間違いなくバトルを仕掛けられるってことなんで、さ、どんだけ強いか楽しみだな。はい、ということで、着きましたね、これ。おぉ、びっくりした。なんかテトリスみてぇだな、これ。あ、なんか待ち合わせ場所みたいな感じのとこいる。あ、やべ、すいません。ゼユちゃんかと思ったら人違いでしたね。失礼しました。あ、いた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 。いたぜ。よ、久しぶり。ん？なんだこいつ。そうなんよ、ちょっと大変でさ。心中察する。ゼユ、来客。あ、そういうね、ロボット系女子ね、はい。びっくり、久しぶり。すっごく会いたかったでしょ。あ、相変わらずそういう感じね。はい、会いたかったよ。ふふ、そう、正直でよろしいじゃん。時間、ゼユ。会えてよかった、さよなら。あらららら、あ、うん、またね。変なやつだな。あの子同級生ですっごい面白い女なの。へぇー。というか、ブルベリにリックリがいんの、なんか不思議な感じするわ。ブルベリって略し方だね、この語学園はね。よく見たらあんた、全然変わってないよね。私は最近ブライア先生といろんな地方を調査して回ってるから、前戦った時よりポケモン強くなってるのよね。ほほー、そうですか。当然見たいでしょ。ちょうどバトルコードもあるし、位置につきなさいよ。オッケー。はい、ゼユが勝負を仕掛けてきました。よーし。グラエナとドデカワシ、はいはい。私は、カイオーガとトルネロスで行きます。せっかくだから味わいなさい。テラリウムドームの土の味。テラリウムドームの土の味、なんか、どういうこと？
まあでも懐かしいな、そんなこと言われてたね、最初戦った時もね。はい、ということで、なんか普通の対戦実況みたいになる雰囲気になっちゃいましたけども、まあ普通にやっていきますか。ということで、私は、容赦なく、潮吹きやりたいんだけど、ちょっと、テラストル見たいよね。ちょっと私も見たいんでやっていきます。マックス火力ですよ。あ、マックス筋肉。別にやんなくてもよかったんだけど、一応。はい、追い風で、素早さ2倍していきながら、体力マックス状態で潮吹きを吹いていくと。これで落とせるでしょ、普通に。はい、オッケー。はい、ということで、ズルズキンと、ヤバソチャ。はい。そろそろ本気のあれ、うふふ、てらっちゃおうかな。てらっちゃおうかな。おー。おー。そっかそっか、初めて使うのか。お、いいじゃん、いいじゃん。てらっちゃっては何になるの？あ、草ね。はい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 。草てらっちゃいましたね。はい。はい、木枯らし嵐で、あー、もうこれで倒しちゃったわ。はい、ゼユと勝負に勝ちました。すいません。思ってたのと違うんだけど。その容赦のなさ全然変わってないわね。すいません。まあ、ちょっと伝説のポケモンだからな。ねえ、ところでさ、すぐとはあった。お、気になる。どうかした？そうそう。あ、いや、合ってないならいいんだけど。どうしてこんなこともできないんだよ。この声。え？お、うわぁ、めっちゃなんか生きてる。なになになに、やっぱりすぐりだ。すっごいニアミス。すぐり、いや、そうだよね。その反応正しいよ。すぐり顔し、静かに。試合用のポケモン5匹は育ててって俺言ったよな。うわ、ごめん。今月は家の用事で忙しくて。そっか、わかった。だったら一生弱いまんまでいたら、うわ、いや、それは、忙しいみたいだし、代わりに書いてやるよ。退部届。うわぁ、本気になれない奴は俺の部活にいらない。待ってよ、すぐりくん、許してお願い。なにこのキャラ。いや、マジで、ちょっと印象変わりすぎだろ。驚いたでしょ。すぐ見た目も性格もちょっと変わっちゃって、林間学校終わってからかな。あれからなんか、絶対リックリのせいじゃん。マジかよ。なんか胸クソ悪いもん見ちまったな。お、ゲ。なんだ。なんか漫画のキャラで出てくるようなやつばっかだな。おやおや、ゼユに見たことねえ顔。もしかするとそちらさんが、例の訳ありさん。ち、めんどいのに見つかっちゃった。めっちゃ言ってるし。おいおい、紹介くらいしてくれよ。これ、カキツバタ、いけすかない男。おぉ、でもなんか強そう。一応、ブルーベリー学園で一番強い。強かったやつ。あ、ご紹介どうも。こっちはリックリ、交換留学で来てて、私の友達の、すぐりとも、友達なんだろう、あんた。あ、そうです。てか、友達です。ほん、やっぱそうかい。そいつはいいな。それじゃあ、リックリ、俺たちの部室案内するぜ。あ、なんでよ。あんたまだ部活入ってないだろ。どっか部活入っときゃ、学園も過ごしやすくなるし、面白そうなのは大歓迎。つばつけとかないとね。ほう。ついてきな。すげえ、なんか、ほにゃららリベンジャーズで出てきそうな。ごめんなさい、読んでないんで何とも言えないですけど。ねえ、ちょっと。人振り回すやつムカつく。私も行くから。もう改めまして、ここがリーグ部の部室だ。リーグ部を代表して歓迎するぜ。リーグ部って、そうだよな、リーグ部ってなんだ。へへ、よくぞ聞いてくれました。ブルーベリー学園にはブルベリーグブルベリーグってなんかギャグまあいいや。ブルベリーグっていう生徒の中でのポケモンの強さ、ランク制度があるのよ。それで上位狙うため部員同士でポケモン鍛えて勝ったり負けたりどんちゃん騒ぎしようぜって部活がリーグ部でござい。なるほどでござい。大体合ってるけど言い方。ま、今ちょいと風向きが変わってるかね。
私も部員なの、部室にはあんまり来ないけどね。ちなみにブルベリーグでトップレベルに強い4人はブルベリーグ四天王と呼ばれてる。このムカつく頭ふわおとか、さっきドームで会った子も四天王。あー、そうなんだ。ゼイはランク外な。私は学外活動が忙しくてリーグ戦やってないだけです。負けず嫌い変わらず。強さ的には四天王なんで余裕で飛び越えてんだから。へへへ、ちげえね。あ、そうなんだ。どうだいリックリー、楽しそうな部活だろう。はいはいって答えちゃったけど。交換職と来たもんだ。そうこなくちゃな。よいしょと仮入場終了。あ、仮入だったのこれ。は、仮入って何よ。そうそう。おう、つばさん的にはおいらたちはすでに仮仲間。部室自由に入っていいし、置いてあるもん勝手に使っていいぜ。あのパソコンも便利な代物でよ。エレキットかわいいな。集めた BP で支援すりゃ他の部活の奴らがいろいろ助けてくれるんだぜ。習うより慣れろだな。ちょいでやってみなよ。おー、なんかおしゃれなスマホロトムですね。カキツバタから 200BP もらう。お、 200BP って当時のバトルフロンティア時代エメラルドで言ったら相当よ。そいつで野球部の投げ橋から投球フォームを教えてもらえるぜ。ちょっとやってみるか。 BP を支援してみましょう。はい、支援した。ロトロトロト。リックリさん、支援大きに。スマホ越しで悪いけどボールの投げ方を考えようか。おお、すげえ。お、できたじゃねえの。初めてなのにさすがだね。いや、お見それしたぜ。こいつは出血大サービスだ。リックリは揺れないお守りを手に入れた。捕獲クリティカルが発生しやすくなる。不思議であまり揺れないお守り。あ、なるほどね。はいはい。いっぱい説明したら腹減っちまった。おいらちょっくら食堂行ってくから。正式に入部してって腹くくったら食堂デートをしながら話そうぜ。で、じゃあな。なんかそういうのに反応するよね。もうあいつほんとなんなのよ。しかもデートとか、は、デートって何？デートというのはって、こんなこと言ったらリックモテねえぞ。落ち着いて。はい。言っとくけどデートに興奮してるわけじゃないから。いや、興奁してますね。ごめん、やっぱここ落ち着かない。ちょっとどっか場所変えるわよ。誰も来ないとか、あんたの部屋行きましょう。なんかそう言われたらあれだけど、まあいいや。本当に純粋な子ですね、ゼイちゃんはね。はい。いい子だ。とりあえず部屋、な、これなんて書いてあるんだろう。勝利とか、必勝とかかね。わかんない。読めねえな、これは。ワニみたいな感じに見えたけど、気のせいか、はい。そうだ、あんたに話しとかなきゃいけないの。カキツバタとかすぐのこととか。とりあえず、すぐりのことさっき評価心配だし、はい。すぐはね、さっき見た通り、最近怖いの。北上から戻ってきてから人が変わっちゃったみたい。毎日寝る間も惜しんでポケモン鍛えて勝負して。あの子すっごく強くなったの。学園で一番強かったカキツバタを倒しちゃったし、今はリーグ部部長とブルベリーグのチャンピオンやってる。はぁ、忙しいんだろうね。私とはあんまり話してくれなくなっちゃった。ま、ただの反抗期だと思うけど、へぇ、よっぽど悔しかったんだな。すぐにね、少し変わっちゃったけど、あんたは、リックリだけは前みたいに友達でいてあげて。もちろんですよ。ありがとう。わー、いいお姉ちゃんですね。あと話しとかなきゃいけないのは、カキツバタのこと。はい。カキツバタ、あいつら信用しちゃダメよ。目がガチ。やる気なさそうに見えて、裏で何考えてるかわかんない。本当にムカつくすっとこどっこいなの。ほー。授業もろくに出ないから3回も留年してるし、あら、結構年上だ。とにかくあいつには気許しちゃダメ、絶対よ。この後、カキツバタと食堂で会うんでしょ？ついてってあげたいけど、教授にレポートまとめないとやばいのよね。リーグ部あんたが入ってくれたら嬉しいけど、ふざけたこと言われたら噛みついてやりなさい。はい、ということで次、カキツバタと話そうってところなんですが、まあ一旦ここまでにしますか。つぐりくんがヤンキーになってるのはちょっと気になったけども、どういう成長を遂げたか今後のね、実況プレイ通じて一緒に見ていければと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。